雨描きがたし、始まったばかりだ。はい、ダメさせるなよ。五感奥義、ここより弱滅の時。まずはこれを。タッキュッ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 左右る。逃げ道はありません。これはまだ生だ。これが茶碗を作る材料か。消化骨髄がこんなに。通りで見覚えあると思ったぜ。待てよ、この消化骨髄、離島から輸送されたものなんじゃないか。まさか海上奉行が。そう、五感奥義。本当か。聞くか。お嬢様の仰せのままに。またか。またか。下がれ、ほれ、そこだ。はい、雨を描きがたし。はっ、はっ、燃えよ、よ、くらえ、ほれ。見据え、イン、トン、動く、歌よに。この形で盛り上げよ。下がれ、はっ、くらえ、や、よ、姿を見せ、燃えよ、いや、あ、そこだ。こっちよ、よ、くらえ、そこだ。下がれ、トン、あは、いや、形は精神と共にある。侵入者発見。執行官様の邪魔はさせない。生きてここから出られると思うなよ。五感奥義、稲光、すなわち永遠なり。この奥義の剣、下がれ、トン。
雨描きがたし。まだ休憩時間じゃない。夜の権限。ブン。いや、歌よ錦となれ。即戦即決。トン、断罪の名において答えなさい。ここより弱滅の時。ふっ、影のカラスが雄也を求めている。ブン、くらえ。ほれ、立炎イン、そこだ。くらえよ。しくじった。燃えよ。は、断罪の名に。この剣はわかるかい。ひっ、や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 っ、ブン。は、時間がない。だ、ふっ、は、姿を見せよ、オーズ。はい、雨描きがたし。歌よ西、無我の境地。夜の権限。この剣はわかるかい。燃えよ。トン、行くぞ。逃げ道はありません。下がれ。いや、そこだ。おのおぐりの剣よ。こいつ命知らずか。オークス様、もうすぐ執行官様が着くはずだ。見切りました。さっ、せーっと。これでもと。燃えよ。ほかおうぎ。夜の権限。稲光、すなわち永遠なり。捕獲完了。鏡の花、裁きの雷。姿を見せよ、オーズ。捕獲完了。計画が変わった。サイブン。カイウルコ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。見切りました。そこと必ず訪れる。まさか。お前はファリュイの宿女講師。ふん、僕はファトゥス第6位ザンヒョウだ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か用かなあ。一つ間違、死亡者は、あらら、些細な間違ったこと言っ、メガリレーがど、そして今その結果を見てみると、ほんの少しのだ。メガリレーは稲妻の外側はとても強固に見えるけど、永遠は抵抗軍にいる君の水中の失えば失。それだ、怒れ、憤怒しろ。
この工場にある魔人のエンサにとってフンヌは最高の餌。どうしたんだよ、しっかりしろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。ほう、やっとの。うい、そうか、人々が見じゃから差し当たってに。おいらも気にな。なるかみ大社の日でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とはい、何時は今まだ邪眼のことについて考えて安心せ。あの残悲、はあ、産後のみ厄介。これを何時に伝えたのは何時あやつ。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いて。そう、自我を維持するため一心じゅ。その名、それってつまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手。あれこそこの国の栄。肉体はや精神は摩耗から。じゃああの刀で切る。一心浄土、あやつの心の世界、自我の世界に閉じこもり外の雑務は全てた。それが栄が模索したモラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。でもライデン将軍のやり方は確か。じゃがあやつのやり方、あやつの言う永遠はもうと詰まるところ。失うのが何時とわらわ。何時はめがり。そしてそれがお前の言葉でせ。理解が早いな。まだ自分あやつは何。他のやつはあの永遠のし何時の存。あれ、もう行くの。対ライデン将軍特訓、何時のために特別に用意したんじゃ。